日本、珍珠の森のある風景、フランス、シャラント県のモンモレリアンの丘陵地田舎暮らしとは、田舎で生活すること。主に都会で生活していた者が、地方の自然豊かな地域に憧れ、移住するケースを指すことが多い。1980年頃に、雑誌、ダイヤモンドボックスが、火付け役となり、田舎の家屋や土地などの都会に比較し廉価な。 不動産を田舎を売ると称する企画が人気を呼んだ。当時の田舎暮らしの主役は段階の世代であり、都会の雑然とした生活から逃れ、体力があるうちに自然の中で自立していきたいという考えのもとに脱サラし、ペンションを開業したり新規収納するものなどが少なからずあった。全共闘世代であるが、故のヒッピー精神や反骨精神が背景にあったと考えられる。 これがいわば第一次田舎暮らしブームである。2000年以降になると段階の世代、同時に地方の過疎化、限界集落問題なども絡み、地方自治体などが地域の活性化のために優遇策を行い都会生活者の誘致を繰り広げているが、これらは未だ多くの成果を上げるに至ってはいない。しかし、人気のある移住地など、例えば沖縄県石垣島などでは、 地価が高騰し、建設ラッシュが続いているとされる。かつては、田舎物件を扱う、不動産業者が少なかったが、近年、田舎物件専門の不動産業者がインターネットなどを通じて、多数紹介するようになったり、あるいは、地方自治体が後押しする風潮が高まったこともあり、以前よりも田舎暮らしのための準備は容易になっている。NPO 法人、ふるさと回帰支援センターでは、 東京都のふるさと暮らし情報センターにて、移住相談者やセミナー参加者などの施設利用者を対象に行ったアンケートをもとに毎年、田舎暮らし希望地域ランキングを公開している。2014年の結果では、1位が山梨県、2位が長野県、3位が岡山県だった。上位3県は2013年も同じだった。上位3県のうち山梨県、長野県は、 東京都に近く、また3県とも、移住セミナーを定期的に行っているなど、情報提供に力を入れていることなどが理由と考えられている。以上は2014年度調査結果。田舎暮らしの本387号は、田舎暮らしには以下の問題点があるとしている。玉村と要、田舎暮らしができる人。 できない人2007年4月22日朝日新聞2015年2月11日長官2014年田舎暮らし希望地域ランキング公開から、ふるさと回帰支援センター、2015年2月10日、田舎暮らしの本387号。ありがとうございます。